はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。えー、今回はですね、あの、マテリアルレイヤーっていうのをね、ちょっとね、使い方をね、解説していこうと思います。はい、で、マテリアルレイヤーっていうのは何かっていうと、まあ、簡単に言うと、えー、複数の要素を、えつ、ー、なぎ合わせられるというか、機能になりますね。えー、例えば、A と B のマテリアルがあったときに、 どうやってブレンドするかっていうのがね作れたりするんですけど、まあ、多くはねマテリアルってのは複雑化してスパゲッティ化してまあ煩雑化するというかぐちゃぐちゃになっていくんですけどそれを解決できるような機能になっています。 はい、でこれがね、えー、すごいメリットで、僕はあのルックデブをするときは、ね、非常に使えるとは思っているんですけれども、えー、ここで1点、注意点が先にあるんですけど、えー、一番のデメリットは、やっぱ軽くはないっていうところですね。えー、あとはやっぱゲームとかでまあ不可実な何でしょう状況なので、まだマテリアルレアでなのでま、まだ使わない方がいいかなというところですね。実際にレンダードックを使って負荷を 同じ機能見た目にして機能検証したところ、えー、結構重かったんですよマテリアルレイヤーなので、えー、何でしょうねライブラリとして取っといて最終的にはただのマテリアルにするんですけどただあのね、えー、と検証段階だと いろんなレイヤーを作っといて、どうやって重ねたらどんな絵ができるんだろうっていうのにはすごい効果的だったと思うので、要は何でしょうね、ゲームの地には最適化するけど、検証時にはこ,うこれを使ってルックデブしようっていうのには非常に有効かなと思います。なのでね、最終的にこのレイヤーをビルドしてマテリアルにするっていうツールになってくれれば一番いいかなとはちょっと思ったりはしました。 というわけで最初にメリットデメリットを話してみましたが、それを聞いて使うか使うかはないかはちょっとね、判断してもらえればなと思います。はい、じゃあ早速ね、マテリアルレイヤーの使い方やっていこうと思います。で、まずマテリアルを作るんですけど、まずは今まで通りマテリアルを作ります。まあ、M ベースで、マテリアルとかでいいか。M ベースにしましょう。で、保存して、で、開きますと。で、 ここはもうすごい簡単で、フェムベース、これを、ユーズマテリアルアトリビューツにして、こういうのにします。で、今回ちょっとマスク度で検証したいので、マスク度に、ブレンドモードを変えます。で、ここで、マテリアルレイヤー、違うな、レイヤー、マテリアルアトリマテリアルアトリビュートレイヤーズ、これをここに入れますと。 これでね、準備は完了になります。あとは、レイヤーとブレンド方法の2つを作っていくっていうところになります。えー、っと、ここでは、マテリアル、えー、レイヤーです。じゃあ、ML なんかメタルみたいにしましょうか。保存して、で、開くとこんなのが出てきます。で、ここにマテリアルアトリビュートを刺、えー、すんですけど、MakeMaterialAttributes で、 ここ入れますとで今回シンプルにと,とりあえず赤と青にしましょうか、まあ、こんな使い方はしないんですけど、まあ、本当はここにねいろんなものを入れたりするしてもらえればと思うんですけど今回赤と青だけにするんですけど本当はねすあのレイヤーなのでまあこれの上にこれを足したいみたいな例えばサビとかを足したいとかもうちょっと 汚しを足したいっていうので、こう別々の要素にするんですけど、今回ちょっとね、えー、これでいこうと思います。メタルじゃないしね、メタルにし、メタルじゃないの、これで。メタルの方がいいですね。メタルっぽいにしましょう。ちょっと、ね、メタルっていうと、数値うるさい方ごめんなさい。物理的に正しいとか、ちょっと今回考えないでいきますと。で、ラフネスも0でいいかな。結構ピカピカっていうのに1回しますというところですね。 で、これで OK と1個目。1個目はこの ML メタル。で、次。こコピーしちゃうんですけど、えー、今度はユニフォームカラーとかにしましょうか。で、えー、ここを Combat2 トトパラメータでベースカラーにして、他はまあ、これはメタリックじゃなくして、えー、ここもラフネスも一応いじれるようにしましょうか。 あスペルが違うので、ちょっと、外回消して、右クリックで、プロモートトゥパラメーターで、ラフネス作っちゃいます。で、ここは0.5でいいかな。はい。で、わかりやすくちょっと、白は嫌だから、赤にしとこう。よいしょ。で、保存と。はい。ですと。で、 えこれで、えー、次。一旦これをね、この元のベースですよ。これを Create Material Instance で MI Base Layer とかにしましょうかで。これを開きます。Material Instance を。で、レイヤーパラメーターズって方だけ使います。で、ここに Photoshop のように重ねていくっていうところですね。 こんな感じで重ねられるっていうところで、まず下地は何にしようかなというので、さっきの ML メムアイメメルメタルを下地にしよう。っので、下地がこれができました。はい、いい感じですね。はい。で、次は上を何にしようかなっていうので、さっきの ML ユニフォームカラーを入れますと。はい、入れますと。入った。 で、この下地が見えないっていうところでどうやって見せようかなっていうので、まあ、ここ、ブレンドどうやるかっていうのがポイントになってきますというところですね。まあ、一旦これでここでどうやってブレンドするかをちょっとね、作っていこうかなと思いますね。はい。いキャンセル。で、 えー、作り方は、マテリアルから、マテリアルレアブレンドっていうのを使いますと。MLB、えー、まあブレンド、これでいいや。<laughs> で、これ開くと、あのー、どうやってブレンドするかっていうのが出てくるんですよ。えー、ボトムレイアですね。下地と上をどうやってブレンドするかっていうところです。 で、これは、ま、んでしょう、アトリビュート、マテリアル同士をどうやってブレンドするかっていうのがデフォルトでね、作るときに入ってるんですよ。なので、ここ、アルファでね、どうやってブレンドするかを指定すれば OK っていうところで、えー、今回はバウンディングボックス UVW っていうので、あの、ブレンド方法を指定してみましょう。で、これどんなものかっていうと、ちょっと一回アドこれで見ていくんですけど、 プスタートプレビューノード。で、これのあのね、バウンディングボックスを四角で囲った状態のここが0だとして、0からブーっていって1。0、1を取れるものなので、はい、これをちょっとね、加工して使ってみます。で、この0、1をクランプする感じなので、ステップで今回やっちゃおうかな。ステップでいけるかな。ちょっと、スタートプレビューノードで見てみますね。 0.5でこれパッキリになるんですよねでこの時に多分これ0側がねトップレイヤー0側がこっちの黒側がボトムレイヤーになってトップレイヤーがこっちになるかなっていうところですねはいで一応これパラメータにしておきましょうか何でしょうシュレッショルドかでいっか 0.5。<laughs> で、これ刺しときましょうか。で、保存。よいしょ。はい。で、えー、さっき最初のマテリアルインスタンスに戻って、ここにさっきの MLB、マテリアルやブレンドの、えーっと、どれこれかを入れますと。とこんな感じでね、ブレンドされたっていうところです。で、 ここもね、インスタントパラメータもちゃんとくるのでこう、ポジションこの辺かなっていうのがね、指定できるっていうところですね。はい。という具合ですね。はい。なので、これもね、こっちのね、レイヤーセット側もパラメータを持っているので、色変えようかなとか、こんな感じでね、色変えようかな、もうできちゃうっていうところですね。 <laughs> 他も、まあ、ラフネス変えようかなとかピカッとねうんこんなガチャガチャみたいなガチャポンみたいになっちゃったけどまあなんかこういうのもできたりするっていうところですね <laughs> といった具合にあの要素ごとにねこうブレンド方法を決められるっていうところがもうまさにあのフォトショップのレイヤーの仕組みとね 一緒って感じですよねこのフォトショップの仕組みをここに全部作ったらもうほぼフォトショップなのでうまくやればねフォトショップっぽく、えー、マテリアルのルックデブができるっていうのがこの機能のね最も素晴らしいところになっていますなのでその負荷とかね重さをね考え出しちゃうと、まあ、使い物にならないかもなと思うんですけどもその反面なんでしょうこの実験の場所って思いながら使ってもらえるとまあひょ,ひょんなことからなんかね 面白いルックができちゃうとか、そんなことも考えられるかなと思います。例えばこれもオンオフができるっていうのもメリットで、こんな感じでね。これね、結構、マテリアルに組み込むと、あの、スタティックパラメータとかにしなきゃダメでめんどくさいんですけど、そういうのも簡単にできるし、これも、あの、何個も増やせるんですよ。ここにレイヤーがね。こう増やしてみましょうか。増やして、え、開く。で、 ユニフォームからまた増やす。で、さらにまた MLB、えー、ブレンドで追加するみたいな感じもできたりします。まあ、こういうのをね、どんどんやっていくから重たいっていうね、感じなんですけどね。はい。あれとか、あ、これ非表示になってるから見えるようにして。っていうとここにいるじゃないですか。さっきのが。ねこのね、偶発的なね、なんでしょう、ルック。 検証ががでできちゃううっていうのが魅力的ですねそうでこれをねどんどん増やすと重たくなったりしてさらになんかね余計な、ね、計算も増えたりしちゃうんですよねマテールレイヤーって。なのでそういったところで重さがねどんどん増えちゃってから、えー、あんまりね今は使うのは難しいんですけどただねこう絵作りとかマテリアルすごいねグニャグニャってやる人には、えー、効果的なツールかなと思います。これね、順番も入れれ替えられるんでね 今回のケースだとあんまり意味ないかもしれないですけど、入れ替わってるのか、これ。入れ替わってるように見えないけど、入れ替えられるんですけど、入れ替え方が悪いのかな。入れ替え方が悪そうだな。はい。本当は入れ替えられるんですけど、入れ替わんないな。あ、入れ替わってないよね。うん。まあ、ちょっと置いときましょうか。ちょっと調子が悪いですね。はい。というので、こんな感じでね、オン・オフもできるし、うん。 こっちだけオンにしたらどうなるかな、こっちだけオンにしたらどうなるかなみたいな、まあ、ルックの確認もね、バリエーションが作りやすいので、そういった観点で使うと非常におすすめな、えー、ツールかなと思いますので、ぜひね、そういう立場というかなんかアートディレクタブルにこうやってマテリアルのね、チェックをしたいという方にはすごいおすすめだなと思います。で、こっちでゴーってなったら、最適化してマテリアル化するっていう流れが、えー、個人的にはおすすめかなというところですね。 はい。というわけでね、今回の動画はマテリアルレイヤーのね、使い方と、そのメリットとデメリットをちょっとね、話してみました。はい。この動画が参考になったらよろしければチャンネル登録や高評価いただけたら嬉しいです。はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。